所長所見です。まあ、一研究員としての発信で言ってもよかったんですけれども、あえて事の重大性、議論の方向性がねじ曲がらないように、あえて所長所見という形で申し上げたいと思います。というのは、政治改革が非常に大事な問題になっていって、またぞろ選挙制度改革論が出てきて、平成の政治改革を知っている人から、まあ、小選挙区制を見直そうと、まあ、それはそれで別に今の小選挙区比例代表並立制がバラ色の制度だとはかけらも考えておりませんので、別に見直すこと自体はいいと思うんですけれども、絶対にしてはならない議論として中選挙区制に戻せろということを、これはもう科学的に言える話ですので、私、人間界に起きていること、特に政治に関して絶対ってまず言わないと思うんですけど、ほぼ絶対と言っていいほど断言できるのが、中選挙区制は人類最悪の選挙制度だという事実です。これ事実です。まず正確には、中選、いわゆる中選挙区制というのは、大選挙区短期非異常式と言います。大選挙区っていうのは定数が複数で、短期っていうのは1票しか投じられない。で、非異常式というのは、同じ党の候補にその票が移るわけではない、上積みされるわけではないということなんですけれども、ということは結果として票割りがうまい政党が勝つようになる制度なんですね、うん、民主主義と関係ないんですよ。だから中選挙区制に戻せ論でも、短期じゃなくて連期ならいいじゃないかっていう人がいて、それは人類最悪のせいじゃありませんからね。まあ、そもそも大選挙区というのがいいのか悪いのかというところから始まって、で、それは短期っていうのが非常に問題がある制度で、さらに非異常式まで行くと救いがない制度、最悪の制度ですので、中選挙区制こと大選挙区短期非異常式に戻せ論は絶対に阻止しなければいけません。例えば河野洋平さんの中選挙区制に戻せ論は連期式にしようということであって、あのまま中選挙区制に戻せって言ってる議論じゃないんですね。さて、これを珍しく政治学で科学的に言えるというのは、もうもはや算数の問題なんですよ。で、中選挙区制の中で最悪と言われているのが定数2です。計算していただければ分かるんですが、 34% の勢力は 66% と同じ発言権を持てるようになっています。なぜか、66をどんな風に分けようと34より大きい2つの数にはならない、本当はもっと少なくて、現実にはもう 34% もいらないんですよね。だから第2党が第1党と同じ勢力を持てるようになっている選挙、まあ、さらに現実の話で言うと、中選挙区制時代の定数にって、定数3を全部自民党が独占しているようなところを、人口が減ったんで定数2にしたみたいなところばっかりで、自民党が1位2位を独占できるようなところか、自民党と、野党の誰かが分け合うような、まあすでに民主主義が成立していないという状況になるわけですね。さてと、で、問題は中選挙区制っていうのは、選びたい人は不十分に選べるんですよ。だって定数3とか5の中で1人なんですよ。過半数の数を選べるわけでもないんですよ。定数3で2人選べるとか、3人全部選べるとか、定数5で3人選べるとかだったら、ともかく1人しか選べないので、不十分にしか選べないんですよ。もう短期という時点で、その時点で。さらに言うと、落としたい人を落とせない制度なんです。例えば定数5で考えると、 15.8% の支持があれば絶対落選しません。なぜならば、79をどんな風に分けようとも 15.8 より大きい5つの数にならないからです、本当はこんなに 15.8% もなくても大丈夫なんですけどね。まあ、100ある N+1 括弧閉じの公式っていうのがあって、これは政治学でよく言われる、公式です。いや、本当に政治学で、算数、数学で説明できる話ってめったにないですよ。だから、今の総選挙区比例代表制の現実がひどいからといっても、まあ、中選挙区制楽しかったな、楽しかっただけで、まあ、ろくなことないんですけどね、そのエピソードって。エビデンスじゃなくて、単なるろくでもないエピソードの羅列なんですけどね。ということなので、事例として、エビデンスとして、中選挙区制時代最低最悪の選挙として昭和51年総選挙の事例を挙げたいと思います。
当時ロッキード事件というのがあって、三木首相が田中角栄前首相の逮捕をかばわなかったということで、三木派と三木おろし派に分かれて自民党が分裂していると。で、三木さんは政治改革を訴え、反主流派、三木おろしで党内の3分の2が結束しているという状況で、野党はいつも通り社会党、公明党、民社党、共産党に、まあ、分裂していて、そこに新自由クラブが出てき、新党が出てきましたっていう状況なんですけれども、結論、誰に入れたらどうなるかわからないという選挙になりました。まず原因としてですね、この時の総選挙で三木首相は全選挙区に三木派の候補、三木さんの政治改革を支持するという意味での三木派の候補だったわけではなかったと。ちなみに実際は三木さんは明確な政策を訴えたのではなくて、実績を訴えたわけです。総理大臣として政治改革やってきました、このまま続けさせてくださいっていう。で、反主流派を除名したわけでもなかったですよ。で、後で具体例で説明しますけれども、刺客を送りようがない。仮に三木さんが反主流派に対して刺客を送ったら、三木派と反主流派が、壊滅する、共倒れになるだけです。で、野党の社会党をはじめ、野党の誰も過半数の候補者を立てたわけではなかったということがあります。結果、どの候補に入れたら政治改革ができるかわからない。典型例として当時の長野2区を挙げます。有力候補が三木派の井出一太郎官房長官、自民党で、党の田中派の畑津智さん、後に首相になる人ですね、平成の政治改革やる人ですね、自民党で、社会党に中村茂さんという人がいて、あとは共産党の小林節夫さんという人がいてっていう感じで、有力候補は4人なんですね。結果、まあ、ずっと自民2つに社会1できたんですけど、畑さんが生涯唯一の最下位になっただけで、社会党が1位になりましたけれども、自民が食い合って、社会党、自民党、自民党で当選者は変わりません。さて、この長野2区の人は一体誰に入れたら三木さんの政治改革を支持したことになったんでしょうかということなんですね。で、全体で見ると自民党が過半数割れの大敗だけど大党、社会党は躍進したけど政権には遠く及ばなくて、勝った気が全くしていない空気、これだけ反自民の空気があるのに政権取れなかった。で、与野党白昼国会で政治改革が進まないということになるんですけれども、この三木おろしの昭和51年総選挙を教訓にしたのが、まさに小泉純一郎さんの郵政選挙です。小泉さんは郵政民営化賛成の候補を立てました。明確に郵政民営化という政策を打ち出しただけではなくて、反対派の閣僚を罷免したという、三木さんがやらなかったことまでやっているということがあるわけですね。で、反主流派を除名して、いわゆる刺客を送りました。今話題の小池百合子さんは刺客第一号です。で、当選者1人なんで、送っても共倒れになる心配がないんですよ。1位になればいいだけなんで。抽選局制だったら、さっきの長野2区に三木さんが畑津友を落とそうって言って、もう1人候補立てたら、もう下手すら畑さん1位になるんじゃないですかっていうぐらい、いわゆる抽選局制こと大選挙区短期非異常式は、民主主義が成立しない、日常的に票割りがうまい政党が勝つようになっている制度なので、欠陥制度です。ですので、私は選挙制度改革はすべきだと思いますし、小選挙区比例代表並立制が素晴らしい制度だとは言いませんが、中選挙区制は人類が考えた最低最悪の制度ですので、そういう議論で本質から遠ざかるような議論はすべきではないということを所長所見として申し上げて終わりたいと思います。本当に救国について考えるときに、これをやったら亡国だろう、だから阻止しなければいけないんだというところから始めましたので、本当にみんなで一緒に救国をしていければなというふうに本音で考えております。ご参加いただければなと思います。日本には近代政党が必要だ。自分の生殺与奪の件を政治家に任せていってはいけない。ましてや官僚シンクタンクにしている政治家に任せたら何をされるかわからない。規制が増えたり税が増えたりすると、政府の力ってどんどん強くなっていく。で、そうすると自分たちの意思とは関係ない政治とか社会の意思決定がなされていく。それが環境に役立つのか役に立たないのかという人は一方でいたんですが、そもそも手続きとしておかしい。民主国家というのはこれ基本的に手続きの世界なんですよね。
目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。